ミキサトルチャンネル。それではおまけのコーナーということで、今日は紹介しましたバッハ作曲 G 線上のアリアの曲名の由来についてちょっとお話ししたいと思うんですけど、もともと実は G 線上のアリアというのはですね、タイトルが違ってたんですよ。ちょっとクラシックがね苦手な方も中にはいると思うんで、ちょっとね楽しく紹介できたらなと思うんですけど、バロック時代というのが1600年から1750年ぐらいありまして、まあ後に、まあ、ちょっといろいろ時代があって、これは西洋音楽の話なんですけど、ロマン派というのが1820年から1850年ぐらいですね、まあ、それぐらいの時代であるんです。まあ、バロック時代の後に100年ぐらい後にロマン派というのが、まあ、ある。まあ、その2つだけでもちょっと今日は覚えていただけたらと思うんですけど、バッハという方の、G 線上のアリアというのは、バロック時代にできた曲ではあるんですけど、当時実はね、タイトルが違っておりまして、管弦楽組曲第3番、二小調。難しい名前。管弦楽組曲第3番という曲名だったんですよ。まあそのもともとその管弦楽組曲第3番という曲が、まあ組曲になってる、組曲っていうのは曲がいくつもある集合体なんですけど、全部で5曲ありまして、序曲、アリア、ガボット、ブーレ、ジーヴという、まあ、5曲、あるんですけど、まあ今ね言いました2曲目アリアというのがね、まあ、G 線上のアリアの曲の元々の原曲となっておりまして、バロック時代からロマン派、100年後のロマン派になった時にですね、有名なバイオリニストのアウグスト・ウィルヘルミアウグスト・ウィルヘルミさんというねバイオリニストの方が、ピアノとバイオリンのための、曲を、そのアリアのね、そのバッハの曲の、管弦楽組曲より第3番のその2曲目のアリアを編曲したんですよ。その時に初めて実は G 線上のアリアという曲名が完成されたんです。なのでバッハは知らない、多分バッハは G 線上のアリアというタイトルを多分知らないですよね、きっとね。でその G 線上っていうのは、バイオリンというものはですね、弦が4本弾かれているんですけど、弦の4本から上から順番に名前がついておりまして、E 線、A 線、D 線、G 線という順についてるんです。まあドイツ音名にしてしまうと A 線、A 線、D 線、G 線っていうんですけど、まあアルファベットの表記で多分ね、一般的なのかな、多分その方が。たのかわからないんですけど、G 線上、バイオリンの一番低い音の G 線だけで、指を動かすことで曲が弾ける。チャララ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 ラ。ドイツ音名の場合だと、A 線、A 線、D 線、G 線なので、まあだから G 線上のアリア。まあゲーセン上のアリアともね言う人いるのかな、わかんないです。言う人をコメントしてください。まあというわけでちょっとおまけコーナーも終わりましたね。今回のね動画も高評価、そしてチャンネル登録していただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。というわけで皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。